はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。村正です。前回の続きからやっていきたいと思います。さて、前回ですね、アイテムを選んで、なんだっけ、透明の薬をもらって終わったんで、透明の薬を使いましょう。うお、そらはてなになるわな真ん前で使われたんやから。多目的ホール、ここの中にアイリーンさんたちがいるんだね。そのはずだけど、静かだ。人の気配がしねえ。おっと、とにかく調べましょう。ほう、アイリーンさんって、誰もいないや。どうなってやがる。ダメやろそれ。あれ見て、あれ、あ、誰か倒れてる。息してないよ。え、死んでるってこと、こいつが犯人ってことはねえだろ。この人見たことある。確か副学院長の知り合いの人だよ。副学院長の知り合い、なんか光ったな。あ、手に何か握ってる。ほら、ロイセちゃん。え、私が取るの。そうやんな。私がどうやって取るってのよ。本当にやるの。いいからさっさとやりなさい。かわいそう、ロイセ。赤いピアス、なにそれ。ルビーでできた赤いピアスだ。この人のってことはないよね。とりあえずこの場で起きたことを推理してみよう。まずここにはブローシアンが保護されていたはずなのに一人もいない。代わりに男が一人死んだ。ここで死んでいる男は副学院長の知り合いなんだ。うん。そしてその男は手に赤いピアスを握っている。ブローシアンをどこかに連れ去った犯人は誰だ。はあ、そうですね。副学院長は怪しい。この男の仲間が連れ去った。ピアスを落とした人が犯人。ブローシアンが反乱を起こした。まあ、副学院長が怪しいっていうのはあれなんですけどね。このピアスを落とした人が犯人。この人が殺された時に犯人の女性からピアスを奪ったんだね。でもピアスをしてた人って誰だろう。さあ、でもいなくなったグローシアンが持ってたピアスだったら、まだ証拠が足りないってことだな。もっと証拠を揃えてみれば犯人像が浮かび上がる。まあそうだね。このピアスは証拠になるかもね。持ってましょう。こっちがなんかあるんですね。このまま何かこのまま、あ、え、ああ、そういうことで。という、誰なんだろう。副学院長が怪しい。いや、わかるけど、あ、怪しい、なんか。はい、開くんだよね。
なだらかに下へ下ってるね。どうなってるのかな。下へ下ってる。ほう。ここでおしまいみたいなね。この扉の向こうはどうなってるのかな。開けてみればわかるだろう。まあそうだね。あー、これがもしかしたらあそこに繋がってんのか。アリオスト先輩の横、ほら、ここって皇帝の隅だね。ここから大きな箱が運び出されたって言ってたよね。それじゃあその中身って。やっぱり多分その通り。徐々に見えてきた。もう一人頑張ろうぜ。びっくりしたな、ドキドキ。そういえばここから運び出された箱だ。どこに持って行かれたかわかる。あれ言わなかったっけ。校内に持ち込まれたんだけど、どこにも見当たらないんだ。となるとおそらく地下だね。地下、地下ってことは上級職員用研究室だね。ほう。何なのその上級職員って。おじさまたち、つまり学院長と副学院長のことだよ。え、じゃあ2人が怪しいってこと。学院長か副学院長の許可がなければ入れないホール、それから地下にある専用の研究室。なんだか匂うわね。え？ということは二人が共謀してるってこと。どうしたのティピ。あ、ちょっと待って。うん、みんなここにいるけど、どうしたのマスター。なやねん。え？バンシュタイン軍がランザ公国に。うん、わかった、ちゃんと伝えるから。バーンシュタイン軍が侵攻を開始したの。はあ。うん、それでランザック王国から応援要請が出てるんだって。あ、そうなんやね。もし私たちも行けたら行くようにって言われちゃったんだけど。ああ、どうしよう。お兄ちゃん、いなくなったアイリーンさんたちを探すのとランザック王国の応援とどっちにするの。まあ、どうするかはお前に任せる。ただランザックに向かうなら時間はない。しゃあないな、もう行きましょう、ランザック王国に。目的地を選んで。オートに行けばいいのかな。はい、あれ？いない人が。到着。やっぱり便利よね、テレポートの魔法って。ほんとそれ。バーンシュタイン軍もまだここまでは来てないみたいね。来るやろ。和んでいる場合じゃない、見ろ。どうやら先回りできたようだ。この様子じゃ敵は少々邁進していられん。わお。そうですね、急ぎましょう。よし、行くぜ。将軍、敵と接触しました。ガラシールズが落とされた以上、ローザリアの援軍は到着しない。我々の負けはランザック王国の敗北を意味する。ここで食い止めるぞ。なるほど。はっ。ランザック軍です、接触しました。将軍の手を煩わせる必要はない。我々だけで連中を倒すぞ。誰がいる。了解。先端が開かれた。そうみたい。戦いましょう。ほう。
こういうなんかちょっと見にくい感じで戦う感じ。レーバーやランザック兵を守れ。はい、終わりました。あったんですよ。まあ、いける範囲でしょうね。結構レーバー将軍めっちゃ強いやんな。めっちゃやん。40%あるね、HP。全然。すぐに敵の本体が到着する。時間はかけてられんぞ。はい。魔術師から行こうかな。倒せる。あ、いける。あ、もしかしたらそんなに。ないな。お前たちは。やっほー。助けに来たぜ、ウェーバー。私たちにはルイセちゃんがいるから回り込めたんだ。これは心強い援軍だ。よし、一気に敵を倒すぞ。うい。ああ、この量なら調べ。いやけど。余裕でしょ。おめえなんか余裕だっつうの。おお、65食らうな。あ、やべ、回収食らった。ちょっとまずいな。回収食らったのはまずいな。グローキュアが欲しいな。確かにこうなってくると。へい。お、なんか叩いてる。あー、聞こえてきた。し、あー、ミスト間違いだ。あー、でも17食らうんや。あ、距離めっちゃええやん。めっちゃいい距離するやん。ちょっとびっくりした。こんな距離稼いでくれんねや。おお、こいつなかなか考えるやん。もう一回やり直したいぐらいあるわ。あ、カレーさんも
生きてへんめちゃいてるし。あ、ジュリアン。どうした？押されているぞ。げえ、ジュリアンだ。インペリアルナイトか。相手にとって不足はない。いや、不足はないんやけど。ランザクのウェーバー将軍か。それに、見た顔があるようだが。なるほど、ルイスのテレポートを使う。だが、お前たちが来たところで、どうなる。一気に蹴散らすぞ。はっ。やっべ。そうか、そうなってくると、必要な。
次が槍兵。ジュリアンはね、まだちょっと無理よ。守りきれへんわ、ごめんやけど。誰に？あっ、やっぱちょっと待てよ。オッケー。いやー、主人公で壁できるかな今から。よし、ちょっと待って、ジュリアン、ここで魔法唱えたらちょっとまずくないか。これ何の魔法か知らんけど。何の魔法か知らんけど、ね、今主人公だけやな、多く減ってんのは。これが範囲攻撃ってか範囲魔法やったらまずいな。できればもっと別の形で力を競ってみた。本当それな。めっちゃ悲しそうな顔するやん。そんな顔するな。私の剣先が鈍る。めっちゃ悲しそうな顔するやん。戦争などなければお前とはいい友になれたかもしれない。いや本当に。だがここは戦場でお前と私は敵同士だ。いや本当な。生き残りたければ私を超えていけ。頑張るわ。
あの日出会ってしまったことがそもそも間違いの始まりだった。そんな悲しいこと言うなよ。だがここで嘆いたところでもはやあの時には戻れぬ。まあ、そうやな。悲しいな。オッケー。オッケー。誰に？オッケー。さて、ルイセもちょっと範囲魔法諦めろわ。重戦士の方先にやらな。多分ちょっと難しいな。剣も魔法も極めた私がそんな極めてないやろ。いけうわカウンターか。ああでもカウンターの威力自体はそこまで強くないんや。ああまあでもなレベルが低いからな。ジュリアンのレベルが低いって言ったら変やけど、48は十分高いけど今の段階で。どの魔法？誰に？あクイックがなくなったな。まあしゃあないか。オッケー。なんかみんなでタコ殴りするから大丈夫や。自分的にはこの重戦士を先にやっつけたいねんけどな。多分うまくいかんやろな。ウォレスさん頑張って。あ多分みんなの攻撃が、あーお1なんだそれ。1かよ。あ防御がなくなった。さすがに防御がなくなると辛いからな。オッケー。オッケー。遠いな。まだ半分ぐらいしか削れてないし。さあ頑張って。将軍がどれくらい食らわしてくるかやな。頑張って。おお将軍。おお攻撃とはこうするのだ。さすが。あこうえもしかして攻撃の威力が高ければカウンターの威力も上がるってこと？まあそうだよな。相手の力を利用して返すっていう感じだもんな、カウンターって。あ、そうか。じゃあ弱かったら弱いまんま。え、それではないやろ。誰に？さあ頑張れ。オッケー。オッケー。おもうちょっと、もうちょっと1やろどうせ。これで決まってほしい。マジかよ。
ルイスの魔法が来たよ。よっしゃ、獣戦士ラスト。ジュリアン、こんな人がいる。あーでもなー、あーでもなー、でもないけど魔法何持ってるかすごい気になるな、ジュリアン。さあみんなでタコ殴りタイムや。行くぞ行くぞ。でも結構魔法も食らってますよね。だって物理で22に対して10何歩とか9とかやし、そう考えると。いいやんいいやん、頑張れ頑張れ。17ちゃんと食らわしてくれるとあたりがいいね。オッケー。オッケー。あ、おわ、マジか。ウェーバー将軍はちょっとつらいな。123目だったな今さあ多分そろそろでしょう。むしろそろそろであってほしい。そっか、ルイセがヒーリングやから、ルイセ。ダメージ食らわしてきてんねんけどな。どの誰に。将軍。オッケー。結構長いな。オッケー。終わりだ。あ、終わった。やったか。終わりよ、ジュリアン。将軍、助けに参りました。お前たち。我々が足止めをします。今のうちにお戻りください。まだ続く。ジュリアンが逃げちゃったよ。どうするの。もう我々だけでも大丈夫だ。追うかどうかは君たちの判断に任せる。ですよね。いやでもちょっと追いましょう。
の将軍で、どの魔法？誰に？オッケー。誰に？マジックアロー。今回相当戦闘長くなってんな。最初の方早送りちゃうもん。申し訳ないですけど。これはさすがに長い。魔法やってくるからな、多分ちょっとまずいな。あーグローレジストとかあったらちょっとありがたいねんけどな。まあでもしゃあないか。範囲魔法絶対やってそうな感じがするもん。バカだ。誰に？いけー！オッケー。ウォレスクイックにして、そういうパターンなんや。マジか、マジか。あ、なんか、あー。誰に？オッケー。結構時間稼ぐだけなんやね。届かへんな、もう。オレスのアタックを、あ、違う、もうこいつにしよう。で、これで終わらせて、
で、いけー、オッケー。いやもうウェイトで待機だね。ここは我々に任せて、君は奴を追うんだ。よし、5000円、3000、めっちゃくれるやん。いやー、こんな感じ。 HP 上がらんかった。 STR がそもそも上がらんかった。ショック。これに振り分けるのね。3ポイントね。ソウルフォース、ソウルフォースがやばい。連続攻撃、これでいいの？はい、こんな感じ。はっ、オレス様上がらんかった。これに振り分けるのね。こんな感じ。ほう、これに振り分けるのね。ホーリーライトはすごい気になる。グロアタ、あー、グローレジスト来た。全然上がらんかったステータス。これに振り分けるのね。リピートレンスプーバインド来たけどな。MP 回復か。さっきバインド振っててんけどな。こんな感じ。あ、ルイセがめっちゃ笑顔になってる。さっきそんな笑顔じゃなかったのに。グローキュアに、うわ、 MP 回復も欲しいねんけどな。分身、リジェネート、さてとどうしましょうかね。MP 回復いきましょうか。とりあえず、おお、ジュリアン、どこどこ。待ちなさいよ、ジュリアン。あんだけ悲しそうな顔してんねん。なぜお前は私の前に現れた。なぜお前は敵なのだ。つらいのはジュリアンだけじゃない。すべて戦争のせい、すべては運命、すべて戦争のせいだ。戦争が全てを狂わせてしまった。どうしてこんな時代に生まれてしまったの。
別の時代に生まれていれば、私は女として生きているけど、そうすればこんな辛い思いをしなくて済んだ。誰もが苦しまずに済んだ。だが私はインペリアルナイトだ。バーンシュタイン王国のために市場を捨てねばならない。ジュリー、追えないよね、やっぱり。さやな、戻りましょうか。はい、というわけでですね、今回はこの辺で失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。長くてごめんね。